あ、ごめんよ。その点では非常に、まあ、一応良かったなというふうに思うんですが、最近その、ああ、絨毯で爪研ぎしないで。いつこれ再開するか分からない状況ですよね。そうですね、目処は全く立っていないということをお考えでございます。目というのは、まあ、天日乾燥という。なかなか入っていないな、龍太さん。こういう大事なのが必要なんですが、さらに収穫はできると。携帯持っていくってか、出かけないように。出した。ずっと出てた。父さんも出てるもんね。分かってる、それは分かってる。てんちゃん、新しいカメラでこれ覚えてよ。これがもらった袋。あなたは入らあかんで。無理やで。顔しか入らんで、こんなもん。あかんって。わからんやん。そうですね、あやべしご紹介しましたけども、